吉田さん、時間が経つのって非常に早いですよね。でも脱臼の話にしても BMW を買ったって話にしても、こうやって動画に残している、そしてお互いにこうやって話し合っているからこそ、あ、そんなに経ったんだねっていうふうに時間の流れをね、貴重に感じることができると思うんですよ。多くの方はこういった記録を残さずに記憶に頼っているんで、あれってつい最近のことだよねみたいな感覚なんですよね。だからここに大きなタイムラグが生じるんじゃないですか。私たちは、あの脱臼事件って2年も過ぎてたんだ、2年も前のことだったんだっていうふうに時の速さを感じることができて、 BMW もつい 2,3 ヶ月前の子だなと思ったらもう1年経つんですよね。いや、びっくりですよ。だから余計に焦らないといけないなって気持ち、時間を大切にしないといけないなって気持ちが常にあるんですけども、でも多くの方は動画を撮るわけでもなくって、自分の曖昧な記憶に頼ってね、時間感覚を持ってますんで、肌と気がついたら、あれ、もう10年経ってるんだみたいなね、ことになってると思うんですよ。吉田さんもついこの間まだね、六本木の事務所にいるような感覚だったと思うんですよ、港区の。でももう鹿児島に来ても4年経つでしょ。もう完全に今鹿児島の人ですよね、どう見ても。私も今この地域の人ですよ。広島市内、あの広島ヒルズの公園の前の事務所にいることなんてのはもういつのことだったかなみたいな感じです。だってやっぱりね、恐ろしいぐらい時間が過ぎてるんですよね。一瞬に感じちゃいますよね。で、最近私ね、セルシオを買ったんですけども、ギリギリまで悩んでいた車種があるんですよ。それがね、まさに日産の、セドリックなんですよね。セドリックも私が大学生の頃に当時の友人が新車を乗り付けてきてね、いいなと思ったのがその動機になってるんですけども、それから私サラリーマンをして一世一代の貯金をはたいてね、あのセドリック買ったんですけども、まあ、事故でぶち壊しちゃってね、タクシーに追突したんですよね。怪我はもう幸いなことになかったんですけども、私のセドリックはそれから修理代をかけても1年も持たずにもう完全に動きを止めてしまってね、まあ手放したわけなんですよね。でそれが今中古で結構の値段なんですけども手に入るということで悩んだんですけども、そこにやっぱり最終的にね、トヨタに決めたのは何でかっていうと、トヨタイムズですよね。トヨタ社長が YouTube にトヨタイムズよく出てきて、それから公式サイトもあるんですけども、メディアがそこにあってね、とにかく社長が自分の思いとか未来とかを話してるんですよ。でそこに、あ、どうせだったらこの社長の関連した商品買いたいなっていうふうになりました。で最近の株主総会でもね、こんなこと言ってたんですよ。今回のコロナによっていろんな企業が決算ができないぐらい業績が落ち込んでるところでね、5000億の利益をうちは残すよと言ってました。でもメディアの報じ方としては、株式会社トヨタ8割の利益減、収益減っていう風なネガティブな報じ方するんですよ。でトヨタ社長もね、まあ、結局そういう放送しかしないから、もうマスコミいいよって感じでインタビューにほとんど答えなくなっちゃったんですよ。で自分のメディアでバンバン露出してね、自分の思いとかを語るようになりました。で感動したエピソードとしては、富士山のね、麓に工場があったんですけども、これをね、移転するかどうしようかっていう風に会社のことで悩んでいた時があったと思うんですよ。で、豊田章男社長は何をやったかっていうと、現場に行ってそこの閉鎖するか移転するかっていう風な、そういう風なテーマになっている工場の末端の従業員さんも全部集めてですね、その人と話し合ったんですよ。で、社員さんの一人一人の声を聞いたらしいです。そうするとね、社員の一人が言うんですよ。私はまだ結婚したばかりで、家もこれからローンを払っていかなくちゃいけないと。で、会社がなくなっちゃったら本当に路頭に迷うし、移転になっても単身赴任を奥さんと子供をね、小さい子供を残してすることは非常に難しいんだと。だからなんとかこのままここで働きたいんですってことを言われてましたね。で、豊田社長は株主総会でもこういうことを言ってました。私たちの会社の利益は全体の 75% 下請けさん、取引先様によって支えられている。だから私が株主総会をやらないってことは、そういった取引先様、下請けの方に非常にね、不安を与えてしまうんだと。そしてそういう方の家族も考えたら数百万人の人生に影響するから、私は利益を出すってことをまずはね、打ち出していくっていうふうに言ってたんですよ、株主総会でね。そしてもう一つ、その工場の話なんですけども、その社員さんがね、涙ながらに語る話を
しっかりと聞いて豊田社長は答えるわけですよ。分かりましたと。皆様の一人一人の、ね、職場生活、そういったものを受け止めて、私はあの皆さんの雇用を守っていきますみたいな感じで、ね、そんな感じのお話だったと思うんですよ。でこういった会社のストーリー、創業者のエピソードに触れるたんびに、私はね、そういった思いを込めた人が作った車をやっぱりね乗り続けたいなって気持ちになったんですよ。まあ、ですんでトランザムは別にしてね、やっぱりトヨタ車っていうのは常に私の手元にあるんですよ。今はあのベルファイアですけども、それに加えて今度セルシオが入ってくるわけですよね。車としても素晴らしいんだけども、その車を作り上げたストーリーも素晴らしいなと思いました。で日産という車はどちらかというと、日産という会社がストーリーを作ったというよりも、日産車に乗っているユーザーが歴史をずっと作ってくれたんですよ。セドリックっていうのはね、いわゆるそのシーマ現象でも言われるように、ちょっとオラオラみたいな感じの人がね、それからちょっと成金みたいな人が、あのバブルな人が作り上げたストーリーっていうのもありますんで、私はそれが懐かしくって乗るっていうところがあるんですよ。乗りたいな。でもそこには創業者の顔は見えてこないですし、残念ながら日産の車を作ってくれた人たちの姿は私は一回も見たことがないんですよね。でもトヨタイムズってのは創業者もそうだし、トヨタっていう会社を作ってる人の生活や顔や思いや涙がそこに込められていて、そういった思いを全てね凝縮した車に乗れる。しかもその、まあ、日産は壊れやすいっていうふうな噂がありますけど、それは抜きにしてもトヨタ車ってすごいですよね。私が今度買うセルシオっていうのは17万キロ超えしてるんですよ。14万キロだったかな。今までは中古車で10万キロ超えを買うことはなかったんですけど、今私も考え方が変わってね、セルシオは40万キロまではメンテナンスしながら全然乗れると。そして吉田さんも R34 乗ってますけども、100万キロ確かに乗れると思うんですよ。消耗品を変えながら、その車にどん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 歴史を積み上げながらね、さすがに100万キロ乗ったら、この100万キロの車っていうのはどのぐらいのねコンテンツを吉田さんと一緒に作り上げてきたのかなっていうような重みが出ると思うんですよ。私もね今回セルシオは途中からなんですけども、十数万キロからねいただくんですけども、もしかしたらこのセルシオ100万キロ目指すかもしれません。私はずっとセルシオが好きで、10年ぐらいはあのセルシオの第1期からね第6期まで全部で6種類出てきてきたんですけども、全部乗り継いできたんですけども、もう1回乗るっていうことになると、もしかしたらまあ下手したら生涯乗ることになるかもしれないですね、今回のセルシオだから。プラスもう1台どっかで買うかもしれないなって。結構私車好きですね。なんかこう考えてみたら、時間とお金の自由ができて、これまでにね車のことを考えてると思わなかったですね。もちろんドレスアップとかしないんですけども、ただ所有するってところで止まるんですけどもね、うん、だからね、日産にはカルロス・ゴーンという社長が私はね必要だったと思いますよ。カルロス・ゴーンさんという人が日産というストーリーを作り上げてきた。そしてゆくゆくはルノーと合併してフランスの資本の配下に落ちることによってね、日本のその日産に勤めてる人からするとネガティブなイメージは持たれるかもしれませんけども、長い目とか大きい目で見るとフランスと日本のねその結びつきがさらに強くなるための架け橋になったんじゃないかなと思うんですよ。でも今逆ですよ。全くフランスからはやっぱり日本の会社ダメだなっていうふうに見限られていって、せっかく友好的にね架け橋を作っていこうと思ってゴーンさんを送り込んだのに、あの国から脱出するところまでね追い込んでしまうわけでしょ。でカルロス・ゴーンさんは4000億円もあった日産の負債を跳ね返して利益に転じさせた人なんですよ。でその報酬として仮に10億50億払っても全く欲しくないはずなのに、なんかね悪者になっちゃってるんですよね。でカルロス・ゴーンさんが去った後、じゃあ日産の代表って誰ですかって聞かれて答えれる人いないんですよ。これが全てですよ。で今トヨタの社長は誰ですかって言ったら、トヨタ明夫さんですとって、ね、トヨタイムズで香川照之さんっていうね有名な方と一緒にコラボしてます。香川照之さんもタレントとしてもすごいんですけども、事業家としてもね役者としてもすごい人なんですよね、うん、東大卒だったかな。東大だからすごいってわけじゃないんですけども、あのやっぱりね演技も上手だし、いろんな人になりきれたり脇役になったり主役になったりする人なんですよね。いやすごい人だなと思います。その人がまさにトヨタの広告となってるのは本当にね良い人選だったと思います。日産はどうかっていうと、キムタクを使ってる場合じゃねえだろうって、本当にその通りですよね。そうじゃなくてもっともっとタレントたる創業者が出てこないとね。
その日産という会社をどうしたいのかってことを発信し続けるね、代表が出てこないと話にならないんですよ。だからカルロス・ゴーンさんと確執とかね、隠蔽とかね、うん、なんかそういうことになっちゃうんですね。日産はもうね、数年後なくなってますよ、これは、うん、下手したらトヨタと合併とかね、それこそルノーに再販売するんじゃないですか、日産って。もしくはもう単体で日産は純潔を守っていくんだっていう気持ちでそのままなくなっていくんですよね。で、日産なんてのは全然 EV シフトも水素電池シフトもできてないわけですから、ハイブリッドもいまいちですね。本当に日産かトヨタっていう時代はありますけども、完全に明暗が分かれたなっていうところです。もう全ては創業者の思いが、リーダーがどうあるかってことですよね。オリンピックもそうですよ。オリンピック組織委員会っていうリーダーがしょぼいから今みたいな逆風が吹いてると思いますよ、うん、それこそね、開催するもしないもいいんですよ。矛盾が生じるも生じないもいいんですよ。逃げてばっかりとかね、やめてばっかりじゃなくって、もちろん責任を取ってやめるってことは非常に大事なんですけども、片方ではね、自分の仕事を全うすることが責任を取ることだと思いますとか言いますけども、まあ汚いですよね、こういうのもね。だって職務を全うするのは別に不祥事があろうがなかろうが当たり前のことなんですよ。別にそこにはね、何の賞賛も何もないんですよ。職務を全うすること当たり前じゃないですかね。派遣会社に勤めていたって、ガードマンをやっていたって、職務を全うして時給をもらう、それで終わりなんですよ。そこに何の重みがあるかどうかってことは、その人がね、どんな潔さとか義理や人情があるかってことになると思いますけども、オリンピック組織委員会は結局当事者をトカゲの尻尾切りして自分を居座るってことをね、橋本聖子さんも、それから丸川大臣もやってるわけですからね、うん、ちょっとああいうところが反感を呼んで、奴らのやることを失敗させてやるみたいな妙なエネルギーになると思うんですよ。で、これ茂木健一郎さんもなんか言ってましたよね。オリンピック反対派はとにかくいろんなものを掘りじくり返してきて邪魔しようとしてると。で、そうではない、全く逆なんですよ。茂木健一郎さんが考えてることも、あの人賢いんですけども、たまにちょっと間違ったことを言うなと思います。あの、どんなことをほじくられてもいいように人選なり組織固めをしないといけないってことなんですよね、正々堂々とね。それがないんですよ。調査も不十分で人選もするし、なんかね、不祥事があったら隠蔽しようとするし、言い訳をしたりするし、まあしょうもないなと思いますよね。で、そういう腐った組織委員会に集まってくる選手も、まあしょうもないなと私は思いますよ。これ選手の方がね、こんな人たちについていけないわってボイコットしないと。だって選手はほとんど報われないんですよ。自分の生命とか肉体をどこまでね、鞭打ってオリンピックに体を向けても、その利益のほとんどはそういった走りもしない、跳ねもしない、トレーニングもしない組織委員会っていうところに吸い込まれていくわけですよね。で、パソナの中抜き構造とかにもありますしね。で、そういうところに嫌気がさして、こんな奴らの養分になるのは嫌だと。自分の競技ってものを人質に取られてね、まさにスポーツマンシップと引き換えに魂を売ることによって、ちょっとだけ目立つ場を与えられるってことなんですよね。だから私もオリンピックはね、ちょっとね、今回の件でうんざりしたかなと。今までは無関心でどっちも良かったんですけども、なんかね、しょうもないなと思いますね。で、スポーツがここまでね、くだらないものになってるのかなと思ったら、もう日本も末期も末期だと思います。今、本当にね、真っ当にできるのっていうのはビジネスぐらいじゃないですか。オリンピックをビジネス視点で捉えたら、非常に優秀なモデルだと思いますよ。タレントを駒にして、それこそ消耗品にしてね。で、不祥事が起きたら、末端を切り捨てて、本体はずっと居続けるみたいなね。ビジネス的には相当したたかですね、こういうのはね。まあそこにはね、おおよそ、義理も人情も夢も希望もないですけどね。とてもじゃないけど、子供たちには見せられないですよ、こんなのは。まあまあ、いろいろと考え方ありますけど、私はそういうふうな気持ちになりましたね。で、総じて言えば、リーダーがどうあるかが全て決まります。ね。それがどんなに大きな組織であろうと、一人組織であろうと、リーダーがどうあるかなんですよ。だから、一人のリーダーになれるってことは、本当にすごいことだと思います。ぜひね、この動画をここまでご覧になってくださった方、誰かのリーダーになってください。それは、家族のリーダーとして一家を支えるのでもいいし、恋人同士としてね、二人の関係の中で頭になるのもいいと思いますし、一人の方はね、自分のリーダーになってほしいと思います。自分の人生を思い通りにデザインするための自分リーダーですよね。そういった気持ちで進んでいくのが、起業の起きる、起き上がる、そしてそれを生業とする、業って書くんですけどもね、その
まあ、本質じゃないかなと思いますけどね。じゃあ行ってらっしゃい。